はい、こんにちは、116インズです。この間 YouTube を見ていましたら、 MLB の珍プレーなどを面白おかしく解説するジョンボイさんという方がいるんですけれども、その方がちょっと興味深い動画を上げていまして、マイク・トラウトが最も野球が上手い日はいつなんだという題材で動画を上げていたんですね。皆さんご存知の通り、マイク・トラウトといえば現在人類で最高の野球選手であり、でおそらくこのままいけば野球の歴史上最高の選手の一人になるであろう、そんな選手なわけですけれども、そのトラウトが野球が上手い日は一体何月何日なのか。年を問わず何月何日のトラウトはいつものトラウトが霞んでしまうぐらい活躍するのかということで、様々な数字の方を調べている動画だったんですね。で、これが個人的に結構面白いなと思いまして、なかなか何月何日という単位で選手の数字を見るってことは、まああまりしませんので、面白い着眼点だなと思ったんですけれども、この動画を見て他の選手のバージョンもちょっと見てみたくなったんですね。ということで今回調べてきたんですけれども、まあ要するにパクリスペクトした動画となります。で、そのトラウトの動画を見て気になったのは、やはりイチロー選手が最もヒットを打ったのは何月何日なのかというところなんですね。もはや説明は不要かと思いますが、イチロー選手といえば MLB 通算で3089本ものヒットを放ちまして、おそらくこのままいけばアジア人として史上初のアメリカ野球殿堂入りも果たすであろう、そんな名選手、まあ、球界最高のヒットメーカーとも言ってもいいような選手だったわけですが、そんなイチロー選手が普段のイチロー選手のヒットメーカーぶりが本当に霞んでしまうような日は一体何月何日だったのか。年を問わずイチロー選手が最もヒットを積み重ねた日は一体何月何日だったのか。今回ベースボールレファレンスでイチロー選手の MLB でのキャリア19年間、通算2653試合全試合のイチロー選手の打撃結果を取得しまして、そちらの方を調査してみました。そしてこちらの棒グラフがイチロー選手の日付別のヒット数のグラフとなります。3月から4月の頭にかけてと、それから9月の終わりから10月にかけては、年によって試合があったりなかったりしますので、どうしてもそのあたりのグラフが低くなっていまして、あとは7月中旬のオールスターの時期も少しへこんでいるような形にはなるんですけれども、概ねどの時期もどの日付も、イチロー選手のヒット数割とどこも均一な、そんなグラフになっているかなという印象ですね。これはイチロー選手が MLB での19年間において大きな怪我なく試合に出続けたことや、またイチロー選手自身非常に準備を大事にするという選手なのはよく知られた話だと思いますけれども、好不調の波が激しくないというところもこの均一なグラフに現れているんじゃないのかなと思いました。ただ好不調の波が激しくないとは言っても、一つだけ頭抜けている箇所があるかと思います。ではこの日付においてイチロー選手は一体何本のヒットを放ったのか。グラフから見てもわかるかと思いますが、イチロー選手この日付において通算30本ヒットを打っている日付があるんですね。これがイチロー選手の日付別のヒット数において通算で最も高いヒット数となっています。19年間のキャリアにおいて通算30安打。つまりこの日付においてイチロー選手は単純平均でも 1.5 本から 1.6 本のヒットは毎年放っていることになりまして、まあ要するに毎年1本か2本は確実にこの日付でイチロー選手ヒットを放っているということになるんですね。これはイチロー選手のヒットメーカーぶりを考えてもなかなかすごいことなんじゃないのかなと個人的には思いましたが、ではこの日付というのは一体何月何日なのか。こちらは5月31日なんですね。各シーズン別の5月31日の成績がこちらの通りとなるんですけれども、2012年は5月31日に試合がなかったこと、2018年は5月の途中に球団の役職に就きましたのでそもそも選手ではなかったこと、そして2019年は3月の日本開幕戦をもってイチロー選手は現役引退してしまいましたので、まあ、当然2019年も試合に出ていないんですが、イチロー選手5月31日に合計16試合に出場して通算30安打、先ほど単純平均で 1.5 本から 1.6 本とお話ししましたけれども、実際のところは平均で2本近いヒット数をこの5月31日に記録しているんですね。なかなか化け物じみた成績だなと思いましたが、イチロー選手この5月31日は通算62打数30安打、打率にすると4割8分4厘となっています。イチロー選手の MLB での通算打率は3割1分1厘、1シーズンでの最高打率も2004年の3割7分2厘となっていますので、もちろんその成績も素晴らしいものではあるんですけれども、その2004年の打率を1割以上も上回っているのがこの5月31日のイチロー選手。ただでさえ MLB のピッチャーたちがこのイチロー選手をどう抑えればいいのかと散々頭を悩まされてきたわけですけれども、この5月31日のイチロー選手は本当に手がつけられないぐらいヒットを量
倒産したということになりますね。イチロー選手、この5月31日は本当に相性が良かったようでして、2002年から2007年まで6年連続で3安打も記録しています。同じ日付で6年連続3安打ってなかなかすごいことですよね。ちなみに不幸にもこの6年間でイチロー選手と対戦したかわいそうなチームは2002年から順にオリオールズ、ツインズ、2004年、2005年が2年連続でブルージェイズ、そして2006年、2007年がこちらも2年続けてレンジャーズということになっているんですが、本当にご愁傷様としか言えません。で、非常に相性がいい5月31日ですが、6年連続3安打の記録が途絶えた2008年は、この年なんとノーヒットに終わっているんですけれども、まあこの年のマリナーズはなかなか暗黒を極めていたんで、まあそれはしょうがないかなと思います。ただ2009年はエンゼルス相手に5打数4安打、再び5月31日との相性の良さを見せつけました。2009年までのイチロー選手は5月31日に打率5割4分8厘を記録していまして、先ほど通算での打率が4割8分4厘と申し上げましたが、あれでもまだ落ち着いた方なんですよね。打率4割8分4厘で落ち着いた方っていうのも、まあなかなかよくわからない話ですよね。5月31日のイチロー選手、本当にスーパーイチロー選手と呼んでもいいような、イチロー選手のキャリアの中でも特にバッティングが冴えていた日付とも言えるんじゃないでしょうか。で、ここまではヒット数にのみ着目してきましたが、バッティングトータルで見ても、この5月31日はイチロー選手が最も活躍している日とも言えるんじゃないのかなと考えています。打率4割8分4厘、出塁率5割2分9厘、そして長打率は6割6分1厘で、OPS にしますと12割近い成績をこの5月31日に記録していまして、打率と OPS に関しては60打数以上経った全ての日付の中で最も高い数値となっています。イチロー選手はどうしても選手のタイプ上 OPS が高くなりにくいんですが、さすがに12割近い OPS は文句のつけようがないんじゃないのかなと思いました。そして他にも優れている点としては、この5月31日にイチロー選手68打席通算で立っているんですが、三振を喫したのはたったの3回。もう何と言っていいのかという感じなんですが、他にも22得点、さらには失敗なしで4盗塁も記録するなど、この5月31日のイチロー選手本当に大暴れしていたようです。このイチロー選手の活躍もあってか、チームは5月31日は11勝5敗。思ったより負けているなと思った方もいるかもしれませんが、ただこのイチロー選手が通算で出場した5月31日の16試合のうち、半分近くが暗黒マリナーズでのプレーと考えますと、思ったよりも勝っているなというところが私の印象でした。ということで、ここまでイチロー選手の5月31日に対する強さをご紹介してきたわけですが、ここでちょっと思い出してほしいのが、イチロー選手に関連した数字で、5と3と1という数字をどこかで見た覚えはないでしょうか。そうなんです。イチロー選手のマリナーズとマーリンズ時代の背番号51番、そしてヤンキース時代の背番号31番に含まれる数字なんですね。まあ1は1個余っちゃうんですけれども、これはまあかなりこじつけではあるんですけれども、なかなか面白い偶然ですよね。もちろんヤンキースで31番をつけなければこのこじつけはかなり難しかったわけですし、イチロー選手自身何か5月31日に特別な思いがあって戦っているわけでもないとは思うんですが、ヤンキースで31番をつけた結果、なかなか面白い偶然が生じるようになったかなと思いました。他の選手でもこういった偶然ってあるんですかね？もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。なお余談ではありますが、イチロー選手引退してから草野球を始めたという話が以前ニュースで出ていましたが、もし皆さんがイチロー選手のチームと対戦する際には、この5月31日という日付は、なんとか避けた方がいいんじゃないのかなとお勧めいたします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。